あ、開いてる。こんな時間。え、何、大丈夫？ほい！ということで、今回もやっていきたいと思います。ってことで、前回ね、カーフェイがもうこの場所からおらんなってしまっとって、もう突入してしまった後やったんやけど、今回とりあえずここまで動画外で進めてきました。サコンが、このね、アジトに帰ってくるのは7時、午後7時なんやけど、まあ、午後6時半までにカーフェイのところで一緒に待てと。ここやね。カーフェイ。緑の帽子くん、奴を見つけたよ。奴はこの辺りを狩り場にしているスリで、サコンって言うらしい。昨夜店に来たんで後をつけてきたんだ。この岩戸の向こう側に、盗んだものの倉庫がある。これはサコンしか開けられない。え、来た。サコンが現れるのを待って入るしか方法がない。待つさ、アンチと約束したんだ。奴はきっと現れる。現れたよ。多分。でもこれ見つかったら、サコンが、アジトに入るのをやめてしまうらしいけん、ちょっとここからね、慎重に、こちらの存在に気づかれないように、カーフェの後に続いて、アジトに入ると。ふぅ、緊張するね。めちゃくちゃ緊張するね。すぐそこにおるはずないんやけど。まあ、ちょっと今時間の流れをゆっくりにしとるけん、足音だけがひたすら聞こえてくる。もうそろそろ姿見えていいと思うんやけどな。めっちゃ怖いんですけど。リアルでこういう状況絶対嫌やな。見つかったらいかんみたいなの。なんか足音小さくなってきた？逆に。あ、ほら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 。めっちゃ周り警戒しよる。超周り警戒しよる。開けたよ、開けたよ。一応この場でちゃんとセーブしとるけん。お、早足になった。待って、私も行く。待ってくれ、待ってくれ。おっしゃ、入れたー。んで、ここから？まっすぐ進んでいけばいい？え？あ！ちょっと見て、お面が飾ってあるわよ。お面なんや、これ。なんかライオンみたいな。太陽のお面だ。太陽なんや。え、大丈夫？ほら、絶対罠あるって、入ってすぐのとこにそんな堂々と飾っとるもん。なんか流れてったよ。しまった！何やってんだ？頼む、そのスイッチを踏んでくれ。何を命令するつもり？頼んでるんだよ。踏んでる間だけドアが開く仕組みだ。あーで、私が踏んどる間にカーフェがそっちに向かうってこと？ですね。え、あ、私がカーフェ動かすってこと？びっくりした。いつまで止まっとるねんって思った。ドアを開ける仕掛けがこの部屋にもあるはずだ。あ、お面が。なになになに？めっちゃ奥の方まであるな。回収して逃げるつもりだな。急がなきゃ。あ、もう誰かが入ってきたら、なんかそういう風に。全然動かせなくね。逆に。ちょっと待って待って待って。怖いんですけど。なんなの、どうすればいいの。待て。待って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 。あ、でもこのスイッチを踏まんといかんわけやけん。逆にこっちに。横には動かんけど前へは動くんか。ダメだ、このスイッチじゃない。どういうことだよ、おい。そっちの部屋を調べてくれ。何か仕掛けがあるはずだ。頼む、時間がないんだ。あいつ気に入らないけど、しょうがない。協力する？
まあ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 。あの怖がりのくせに向こう見ずなところ、トレイルそっくりなのよ。トレイル、あ、もう一匹の妖精のことか。さあ行くわよ。待ってくれよ。何、どうすればいいの。あ、こっちにも部屋があるんか。え、関係ある、この部屋。なんかやっつけたけど。お、進める。え、待って待って、なんかいっぱい。何、あ、なんかゆっくりになった。めっちゃゆっくりになったよ。え、これさらにゆっくりになった。え、わからん。何、どうすればいい。赤が早くなったよね。青は開いた。ハート回復した。今回復とか言える場合じゃないんよね。で、あ、開いた。黄色が遅くなったんやっけ。え、動かせなくね。待て。え、待って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 。なんか動く方向みたいなのがあるんか。あ、もしかしてこれあれか。あ、このハートの向いとる方向に。待って、逆だな、これ。こういうことか。で、遅くなって、からのポチ。よっしゃ。ハートの向いとる方向にだけ動かせるとかそういうことなんやね、きっと。知らんけど。おそらくそういうことや。え、これ攻撃できてなくない？落ちるよー。ああ。さすが我がセキュリティシステム、安心です。何？閉じ込められたな。こいつ全然攻撃受けんくない？巻き込んじゃって悪かった。逃げれたら逃げてくれ。アンジュも今頃、クリミアの牧場へ逃げている頃だ。あんたはよくやったよ。彼女も分かってくれるよ。ねえ、もう行こう。オカリナ吹いて外に出よう。あいつを一人にしてやろうよ。え？ダメだダメだ、失敗ってことやろ。はい、やり直しー。はい、来たー。ちょっと待って、もう一回ね。もう一回ちょっとサコンが来るところからね。よいしょ。で、遅くしておいて、からの、オッケーオッケー。あはー、消えてるー。待って、ハートだけ回収しといていい？なんか満タンにしとかんとさ、いつボス戦があるかわからんやん。いや、こいつなんや、マジでさ。一回ちょっと隙を与えてからの方がいいんか。オッケーオッケー。え、で、待って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 。あ、違う。待ってくれ。ここから押せばいいんか。うわー、ちょっと遠回りしてしまった。え？押せばいいんか？あ、これで二つ同時に押すってこと？え、めっちゃギリー。超ギリギリー。太陽のお面を取り返した。え、今のはあれ？演出上必ずギリギリになるようになっとる、もしかして。え、でもギリギリやったよね。カフェの手助けをした。団員手帳に書き込んだ。まだ間に合う。町へ行かなきゃ。なになになに？え、早い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 。超ダッシュするやん。これで次が、待ってくれ。うわ、もうなんか、カウントダウンが始まっている。ちょいと待ってね。次が、サコンのアジトクリアしたけん、私も街に飛ぶのか。体力の翼、体力の翼。下、左、上、下。あ、ちょっと待って、先に、あれや、時間の流れを、遅くしておかねば。下、A、右、下、A、右。下、A、右、下、A、右。だってここまで来てね、月が落下してきたらちょっと最悪なことに。はい、遅くします。で、ここで、体力の翼で、町に飛んでからの、あれよ。母への速達。
下、左、上、下、左、上。でも、速達やけん、早く届けてあげなくちゃ、みたいな言いよったくせにさ。全然ないよね。はい、クロックタワーに飛びます。ふう、到着。んーで、どこに行けばいいんだ？あ、こっちか。よし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 。んで、ここで、カフェのお面を。あ、で、母への速達を。これか。はい。なんか光ってる。ランプ。あ、こっちじゃないな。こっちじゃなくて、あっち側か。母親の部屋。いなくね？え、マジでど、あ、こっち？部屋の奥か？もうこんな時間やもんね。寝室に。いないんですが。え、マジでいないんですが。何これ。カフェの日記。もうすぐ結婚式だ。少し気が早いけど、式に使う婚礼の面が完成した。アンジュはもう作ったかな。のんびり屋だからまだだろう。今夜はミルクバーで男友達だけの集まりがある。婚礼の面を見せびらかして、精一杯のろけ話を聞いてもらう予定。いい、なんか幸せな日記が。え、待って、ミルクバーに向かえばいいんか？でもあれはいつの日記？あれはいつの日記なんだ？でもまだ全然幸せで溢れてそうやけん。あれよね。小さくなる前の話やと思うんやけど。まあ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 、とりあえず一旦ここやっけ。あれ違ったかな？いらっしゃいませ。会員証をお見せください。会員証？持ってないんでは。待って。ここミルクバーよね。え、ここミルクバーやろ？ちょいと待ってくれ。入れない。まあ、一応これは見なくても大丈夫なイベントにはなっとんか。え、なんだ、どうすればいいんだ？母への、速達。あ、やっぱミルクバーになっとるな。え、なんだ、どうやって渡すの？入れないんですけど。え、入れないんですけど。え？ポストマン？ちょっと待って、ポストマンどこやっけ？これミルクバーよね。ですよね。ちょっと。会員証とか持ってないのよ。あ、待って、一旦。じゃじゃーん。全然関係なかった。え、待って、会員証、ないよ。え、流れの中にそんなものないんですけど、流れとは関係なくもらっとかんといかん感じ？おい、知らねえよ、そんなこと。会員証持ってないですよ。くそー、またあれだ。見なくても大丈夫なのだけど、取りこぼしてしまうイベントが。え、ちょっと待って。ポストマンとこはどこやったっけ？こっち側か？
一応最終的に、鍋釜邸に行けばいいんやけど、ホストマンもう寝てるんじゃね？ホストハウス。あ、開いてる。こんな時間。え、なに、大丈夫？どうした、ホストマン。そりゃ、逃げたい。けど、そんなの予定表に書いてないのだ。予定通りじゃないと動けない感じの人。僕には配達の予定表が、最優先なのだ。これを届けてください。これは速達のハンコ。最優先でお届けするのだ。ありがとう、こんな時に。僕へ、いつも配達ご苦労さんなのだ。そんな頑張り屋の僕にお願い。町の人はみんな避難したのだ。僕も逃げてほしいのだ。予定表に書いていなくても、逃げてほしいのだ。お願いします、僕より。自分への手紙、なんか切ないんですけど。なんかすごく切ないんですけど。さあ、一応、なんかこの、ミルクバーで、ミルクバーで、直接お母さんに母への速達を渡すか、ポストハウスで、ポストマンに速達を、お母さんに渡してもらうか、っていうことらしいんやけど、まあ、でも会員証を持ってなかったら、こっちの選択肢になるっていうことなんやね。会員証を持っとったら自分で直接渡せるんや。そういうこと。まあ、一応どっちかのイベントは見られると。でも、直接渡すのがミルクバーってことは、今ミルクバーに母親おるってことよね。ポストマンが入っていくときに。てか、ポストマンはどこに配達するんやろ？普通に家かな？あ、ミルクバーに行き寄るっぽいな。なんでそこにおるってわかるんやろ。速達ならなんか確実におるところ行きそうやけど。一緒に入らせて。入れんやないかい。入れんやないかい。クソ。マジかよ。あ、なるほどね。配達を終えて、ミルクバーから出てきたポストマンと話す。私は一緒に入れんのか。今中ではどんなことが起こっているんだろうか。私も一緒に入りたかったよ。まあ、でも会員証そんな、ね、感じじゃいかんよね。出てきた。どうだった？どうだったの、ポストマン。ね。ねって。なんなの？話できないんですけど。ねえ。みじんも話できないんですけど。あ、もしかしてそこで、ふーって一息つく感じ？街から出て行こうとして、ああ、違うね。僕、避難することにしたのだ。局長殿の命令なのだ。僕はもう自由なのだ。予定も自分で決めるのだ。もういらなくなったから、これ、君に譲るのだ。何？ポストハットをもらったのだ。ポストを覗くことができる。名誉な帽子だ。ポストを覗くことができる？ C で被れば意外と似合うかも。悩める公務員を救った。団員手帳に書き込んだ。あ、なんかすごいルンルンで出ていきよる。